今日は渉、リバプール公式でジェラードを好きって言ってて、賢い、<laughs> でも本当に好きな可能性はあるけどね、そういうのね、言,言ってくの大事ですね、今、まあ、言いましたけどね、あのアンヘル・ゴメスっていう、ユナイテッドの期待の選手が好きなチューバーの選手でイニエスタって答えてて、スコールズって言えない選手の将来性怖いなって言ったら、すぐ放出されてたよね発言大事ですよね。 キャプテン多いのは権威力上がってめっちゃいいことだと思います。ね。なんならそこ重要視してると思いますしね、クロップは。あ、ナットがスズガルトレンタルされた時一緒にドイツ語教室で勉強したの。英語めちゃくちゃできてるから、みたいなね。ていうか、クロップもね、素晴らしい英語を話せるっていううに言ってたね。 コメントチェックしたさすがに明日の試合だって、チームで一緒に練習してないでしょいやー、嬉しいですよね。めっちゃ楽しみだよね。ピッチのマシーンって言ってて、28億でボーナスとか含めたら40億までなんでしょだからまあ、CL 券入るとか、プレミアか CL のタイトル取るとかなんかそういうのあるんだろうね。 ねクロップあれなんだよね。日本人いる時しかリーグ戦優勝してないっていう。香川南野。で、今回それが遠藤渡るなんじゃないかって言われてますね。いずれ遠藤渡るもサウジあるのかなって思っちゃうんですっています。てか、アリソンはちゃんと残るのかね。アリソン心配だよね。だってこれでいい活躍して来季遠藤がね、リバプールでチャンピオンズリーグ出るみたいなの見たいじゃん。そうなるとアリソンの存在めっちゃ重要だからね。遠藤知らない選手に類似選手あげるとしたら風見ろですね。日本の風見ろ。ただ僕は風見ろよりも遠藤の方がプレス耐性高いと思ってます。あと裏へのパス。 風見ろの方が、守備の無理が効いたりとか、スピード乗ったドリブルしてる選手に対する横のアジリティ高いと。まあ、エンドも低くはないんだけど。エンドの方がこう狙い定めて守備刈り取りいく感じで、風見ろの方が相手の状態いい時にもついていくのいけるかな。でもそれでも似てますね、そういう。 相手が横向いた瞬間に寄せんの上手いし。ああ、そうだね。前線出てって得点するのは風見ろの方が上手いですね。風見ろの能力鳴らした感じです。あ鳴らしたって表現いいね。さすがスポットああ。モデレーターになってるだけあって。ただね、リバプールなんかに得点力を求められるかっていうと、まあ、クロスの後のこぼれ球のとこ詰めれたりしたらいいけどね。ジョタがね、スリートップの真ん中だとちょっとね、苦戦するというか、他の選手に意識がいってる時にジョタが決めました。だから、 ジョタに意識がいく状況ってね、真ん中やらすのは確保なんですよね。だインサイドハーフ、マガニスターショボスライでアンカーにエンドウ入ってね、覚悟がゼロトップで。今の状況だと、ジョタが控えとかになっちゃうのかなと思いますね。ルイス・ディアスがレベチなんで、多分、今世界のサイドアタッカーで一番、この質が突破のところで高い選手だと思いますね。そうだね、エンドウ当たる右サイドバック入れてね、そこからア,アンドロールさせるとね、 アーヌードよりポジショニング自体はいいでしょうね。最後のキックのところでアーヌードだけど、それ以外の気の利き方とかすごいでしょうね。マリオ・ゴメスが渡るのことが大好きだっていうやつができて、渡るはド,ドレッシングルームでは私の横に座っていて、最初の頃はコーチが彼を起用しなかったから、彼は本当に難しい時期を過ごした。私はいつも彼に対して冷静にやっていることを続けるように伝えていた。なぜなら彼らはトレーニングでアメージングだったからだ。試合後私たちは4対4やって、私はいつもコーチに渡ると同じチームに入れるように頼んでいた。彼と一緒なら負けないからね。始まりはこのようなものだった。 私は彼を何度もプッシュした。ある時期になると、こいつは彼を起用するようになった。でもね、ブンデスでのスタッツ見たらさ、ボールダッシュ率とかシュートブロック率がめちゃくちゃ高いからさ、普通に考えたらね、やっぱ年齢って遺跡の噂に上がらない大きな理由になるんですね。僕、ブンデスのスタッツまで見てないから遠藤渡のこと言ってなかったですけど、普通に考えたらシュッガルトってトいてね、監督も中のスタッフもドイツ人、あの、スカウティング部門とか多くて、ファビーニを取られて、 あの解説とかラビアあれだったらあ遠藤とかもワンチャンあるんじゃないみたいな話してればねもっとこのチャンネルの価値を高められたかなと思いますけどね。遠藤はプレスがが上がりましたよね特に ボールを間で受けるときに遠藤のいいところって、体勢をさ、例えばみんながセンターバックで俺ボランチで出すときに、こう待つじゃんじゃなくて遠藤ってこう待つの。だからボールの移動中にこうちゃんとこっち見て、ターンするか、ワンタッチで返すかってできるみたいな、体の向きの作り方がうまいから、これね、失いやすい選手って棒立ちになって、棒立ちになるとさ、後ろから突っつきやすいのがある。横にこうやって持つとさ、体の幅使えるけど、だから今日のシュアーボのドキュメントでも言ってるけど、半身で小股で寄せるのって突っつきやすなんだよね。重心下がって、 腰の骨で当てれて、足も出せるから。そうだ、遠藤渡るは、うん。プレス体制普通に、あの、アーノルドとか、風見ろよりも僕が見る限りは高いと思いますね。 ただやっぱり最初のうちにあのミスりすぎちゃうとあれだから、だからね、なんか無理してボーンマステントが出ないでちゃんと連携できたりとか、ある程度一緒にプレイしてから、リバプールのテンポ知ってから出た方がいいと思ってます。それでもね、なんか、いきなり使っても活躍しそうだけどね。昨日話そうとした遠藤渡る不安なポイントは俺、ファビーニョの後釜として捉えたのか、ミルナーの後釜として捉えたのかで結構話違うっていうやつなんだよね。 あの、ファビーニョの後釜だとそのままアンカーにスポッて入れられるんだけど、ミルナーの後釜だと色々使われて、またアンカーももう一枚取られるから。で、グラフェンベルチェとかさ、ドゥクレの話上がってるじゃん。で、クロップが、あの、ミルナーも同じ年齢で来てさ、みたいな話してたから、ミルナー的なことなのかなでも、背番号はファビーニョじゃん。そうだから、やっぱ、日本人的なエンドをいっぱい見たいっていうところで言うと、もうアンカー取らないでほしいな、みたいな。カーティスも怪我から戻ってきたらいけるし、みたいな。っなんだけど、ミルナーっぽ,いっぽさがあるじゃん。 ってなると、ターンオーバー4位からスタートなんだろうな、みたいな。そう、日本語のね、記事で見るなって見たんだけど、完全に見るなって言ってる現地の記事ちょっと探しきれなかったから。そう、だから、今後の補強でさ、もう一枚アンカー取るとしたら、ただ、これ、ありがたいのが、グランベ、フェンベルチはめっちゃいい選手なの。技術もフィジカル回し。ただ、ザカリア的な選手で、瞬間的な判断とか、そういうのがめっちゃ得意な選手じゃないんだよね。 ポテンシャルめっちゃ高いんだけど、使い切れてないみたいな選手だから、グラフェンベルチのアンカーだったら、エンド全然ブーあるんだよね。グラフェンベルチでどっちかっていうと、一列前の方がいいから、インサイドハーフで動かしまくった方がいいから。そうだ、ドゥクレがどうなるかだよね。だから、来週月曜のレオザとト分析でちょっと見とくわ。今日一番目立ってる選手です。目立ってるあ、でも伊藤と三笘じゃないですか。あと、オフザボール見てたら古橋いいですけど、ね、守備では、伊藤は、伊藤博樹はね、得点決めだって、面では目立ってるけど、試合見てていいなっていう選手は、そうだな。 でも、遠藤エンだから、できてないピンチいっぱいありますね。ピンチになってからじゃないとそういうのってわかんないんだけど、遠藤渡るがあそこ潰しに行ってくれたかとか、遠藤渡るだから、なんとかできたみたいな話はめっちゃありますね。どういう監督が理想ですか合理的なアイデアがある森安さん。それって森安さんなのかって話だよ。ブサイクなキムタグみたいなさ。1点目とか、旗手がちゃんと、あれですよ。あの、解説に旗手の名前全く出ないから褒めてほしいって言ってるけど、旗手が、ライン間で中間ポジション取って、パス引き出す役割したから、 中継学の本で言うポイントね。だからこそ、大外の伊藤博樹飽きましたね。遠藤渡るのスペックでなんとかなってもな、古橋の後ろ。あそこ遠藤が出てったけど潰せないみたいになった時めっちゃ危ないですからね。いや、遠藤渡るフィジカルというか体の使い方うまいな、今の。あの向きで戻ってあのぐらいヘディング飛距離飛ばせのすごいね。いや、遠藤渡るすごいな。そんま戻ってないとこ一回ディフェンスライン入って弾き返して、その後ミドルの時寄せる。すごいな。すごい、すごいだぞ。 うわあ、やられたここ中盤に使われてたんだ、そのまんま。手遅くなさそうで、ここで、弾き返したところで。いやー、え、遠藤いないのちょっと出ましたね。あそこね、戻って危機管理能力高くやってくれるみたいなとか。あと、相馬のね、あの絞りはやっぱり、本来のサイドバックよりは遅いからね。らこれをね、だからってこの起用しちゃダメっては攻めれないですよだって、相馬の経験値としてね、必要だったし。エン遠藤るのカバーリングが早いし、横向いている様子相手への寄せが素晴らしいですね。すが、和成風見ろ 遠藤がワーンかみたいになって、もう一つ横に降りてきてほしいみたいなところに人がいないみたいなのあるよ。で、サイドバックも低い位置で張ってるから、まあ、基本うまくボールつなぎながら前進は難しいですよね。いや、遠藤の守備は本当ありがたいですよね、味方にいると。いや、遠藤うまい。受ける位置も完璧だし、ターンからのね、ビジョンも素晴らしかったね。いや、遠藤最高だったね、今の。で、さっき、遠藤が受けた位置っていうのは、このボールホルダーに近い手の内め印象で、 ちょこって現れて受けて、当然ここで受けると、フリーなんだけど、後ろのプレッシャー受けやすいじゃん。その時にちゃんと、すぐに、ど、あの、フリーの動画を把握したプレイしてたから、だから素晴らしいって話ですね。そう森田エンドたら大崩れしないですかね。からセンターライン整ってるチームは強いから。いやー、エンド落ちてくるポイントも、その時の、ね、反対見て、次のプレイ考えるのもいいな。エンドと森田が二人でパス交換できる立ち位置に立てたら、ワンタッチを落とすとかできるんですけど、二人がね、別々に動いてますからね。いやー、うまいな。 こんなに試合の中で遠藤にうまいなっていうようになると思わなかったけどね、オリンピックの時は。遠藤があの、あの、ちょうど世代の時のね、手倉森さんが監督の時の。みんなで遠藤渡るだとね、そこで渡してもみたいなところでも渡すもんで、ね、もう信頼がすごいから。え最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいね、チャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。では、サッりましょう。では、でした。バイバイ。